するしない。今回は見てください、コナミ麻雀ファイトクラブの皆さんに会いに来ました。行ってみます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すいません、お休みのところ。ちょっといいですか、失礼します。今回はこのいつもね、戦う前に使ってる控え室の様子なんですけれども、なんでしょう、皆さんご自由に過ごされてますか。いつも床でお過ごしになられてるんですか。床が落ち着くもので落ち着きますか、はい、で、もう一人床でお過ごしですか。そう、私と鏡は感染が多いから、あ、いつも床に二人で並んで、はい、床で座ってることが多い。そして一人椅子にちゃんと座ってるのがあちらですね。まあ、僕は逆に試合が多いからね。そうですね、打ってることが多いから。ここにあんまりないですからね。じゃあ二人がいつもここで観戦してるってこと。うん、だいたい並んで。今日もね、この後ね、試合がある前に今日はインタビューさせていただきますけど、名古屋ちょっと当たりました。今日はよろしくお願いします。ご参戦までよろしくお願いします。ちょっと控え室の様子見てもいいですか。どうぞ。これは何、プライベート私物。そうですね。待って、誰がどこって決まってるんですか、チームの中で。まあ、なんとなく決まってますかね。まあ、私がセンター。前原さんがセンターのここなんだ。いつも並んでたらここなんだ、なんとなく。それで、まりちゃんはどれだと思う。ね、消去法で言っていい、ここだろう。ここでしょ。そうだね、あとだってお兄さんとかおじさんの匂いすごいするもんね。匂いはしここまりちゃんだ。ひさつさん、やっぱり端っこなんですね。味がいいんですよ。やっぱなんか場所取らないですもんね、ひさつさん。ひさつさん、ここで、これ完全なプライベートなお洋服で、今日はこれがいただけると。えということで。そう、うちはね、ロッカーもね、はい、あの使わない。ロッカー使わないですか。なんか自分たちの名前についたロッカーじゃないの。あ、そうなんだ。行ったことある。ロッカールーム、うん、なんか貴重品とか入れるところがあるって聞きましたけど。全部一緒ですけど、適当にバラバラ。全部一緒。このチーム一番、あの7チームの中でご家族で構成されてるっていう噂のチームですもんね。そうですよね。だからじゃあ物の管理もみんなでやってるんですね。うん、本当家族だ。管理はね、コナミスタッフの人がもうね、端っこにね、そっといてくれてますけれども、コナミの皆さんがちゃんと優しく対応してくださるってことです、ね、コナミのスタッフの方も含めて同じ。ちゃんとしなさいよ、あなたの感情。まーちゃんね、同い年だから。ここで盛り上がって ね、60以上ないがしろにするんだよね。そうだね、うん、あのコナミのスタッフの方を交えて、はい、チームコナミファイトクラブですか。なんかね、言ってることすごいいいことなんですけどね、なんかあんま入ってこないな。フォルムかな。いや、ほんとそうだわ。はい、今日はね、いっぱいお話聞かせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、今回はコナミ麻雀ファイトクラブの3名にお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。もうね、この3名ね、とっても仲がいいで有名なんですけれども、根掘り葉掘りいろいろ聞いていきたいと思います。はい、前原さん元気ですか。まずこの3人、もうほぼこう中盤戦もね終えてになりますけれども、ここまでの戦いぶり、 M リーグいかがですか。まあ、序盤だいぶつまずいたところもありましたけど ね、苦しい展開多かったです、ね、ただまあ年越す時に着順1個上がって、はい、6位で終われて、ね、ちょっと上昇気流に乗ってる感じがあるじゃないですか、はい、で今日新年一発目なんですけど、非常にこう楽しみな感じがします。もうあとはこう上がっていくだけですもんね。まあ、そうありたいですよね、もちろん。前原さんはどうですか。ん、噂ではこうじゃないあれ聞いてなかったかな。聞いた。いつも作戦を立ててるのは前原さんっていう情報を聞いたんですけど、うん、ここまでの内容、これからの作戦だったりってどんな風に立ててるんですか。作戦はまあ後でまあご覧になれば分かるかなっていう感じですよね。でも、まあ、今年が、今日が新年一発目なんですけど、うん、本当に苦しみましたね、誰を出すかとかね。あ、打つ順番ってどうやって決めるんですか。私のその時の気分です。嘘、決めてる。嘘だったね、今の。嘘だ。決めてるのは前原さん。まあ、大嘘はある程度決めたの、最初に決めたんですよ。あ、3人で、
トーラは成績が落ち込んだから、はい、若干変更しながらってところがありましたよね、はいはい、変更しながら最終決定は前原さんが、うん、行ってこいって言うんですか。いや、まあ、自分で考えて、まあ、今回はね、変えましたけどね。あ、2019年のスタートね。だ最初は、はい、僕が行くつもりだったし、先発は、うん、で、あの、クラミの、あの、ファミリーの方ね、うん、あの、にも僕行きますって、で、3日に1回僕が先発で、で、僕の出来が悪かったら、あの、マリちゃんが行くって決めたんですけど、うん、でそこからもう一回考え直して、あの、24時間のあれ、まあ、一通り見てたんだけど、あ、新春の、新春の、はいはいはい、あれ見てて、明日とか出来がいいなと。それで急遽。お茶目な泣きもありましたけどね。そうそうそう。あの、よかった。この、じゃあ、後半戦。作戦は、前原さんが考えていくとしても、まりちゃんだったり、久さんは、どんな風にしていきたいって、今考えてます？めっちゃ戦う。すげえ漠然としてる。そういうね、めっちゃ戦う。めっちゃ戦うよね。やっぱりポイント減らしちゃいけないとかって思うと、なんか転校しなんかするし、うん。それはそんなことは考えなくて、はい。で、初めからそう言ってくれてたんですけど、2人とも。でもやっぱ自分で気にしちゃう部分があって、って思ってたらとんでもない成績になってしまったので、もう、めっちゃ戦う。もう一、はい、つこう気にするの全部なくしていくってことよ ね、 ね、チームのポイントだったり、ね、はい、仲間のこと考えるとあどうしようってなるところを全部なくして、でもそれがあのこのコナミマージョファイトクラブのカラーでもある、なんか前向きな打ち方というか、まあ、戦う姿勢ですよ ね、 ね、3人ともそれはカラー強いんじゃないですか、うん、それだけだったんですかね。攻めの一文字で表せますよね、はい、3人がね。ただまあもう終盤近づいてきてるから、僕が少しあの考えを変えるところもあると思います。あ、そうだよ、あれ、まあ、いや高宮はもちろん自分の打ちたい場所を打ってもらっていいんだけど、僕と前原さんは多分ちょっと似たような考え方を持ってると思うんですよね、ある程度年末調整に入るみたいな感じそんな感じ、そうあのバシバシ戦えばいいってもんでもなくなってきてるわけですよ、はい、最後の方になるとね。そうそう、だから4位に残んなきゃいけないんだから、うん、そうね、決勝ね、最後の最後に戦ってバカを見るのはバカじゃない、本当にはっきり言うと、ある程度状況をね見極めて、よかった、冷静な人いてよかった、もうびっくりした、みんなめっちゃ戦うとか言い出すのかと思ったらびっくりしたじゃあもうバランスを取るような場面もそう増えてくる。もちろん攻めるシーンはたくさんお見せしたいんだけど、まあ、リーグ戦でそうですよね、はい、あのクライマックスシーズン残ったらもう話にならないわけですよ。そうよね、まずはそこですもん。マハさん聞いてますか？お水飲まないといけない。笑っちゃったのはね、佐藤がそんなこと考えてると全然思わなかったよね。え、そうなんですか？それと、はい、僕と前原なんか一緒にされるのすごく嫌すごく嫌はい、まあ、これ私ももうちょっと考えます。挙手制、はい、どうぞ、まりちゃんは。はい、ちょっといいよ、好きなだけ使って。はい、攻めるべき時は攻めるべき。かっこ、時の場合によるみたいなやつが入るのね。オッケー、オッケー。足しとこう、足しとこう。もうね、うちの娘可愛いんですよ。可愛いね、もう同い年やんけ。私とね、まりちゃん同い年ですけど、この家族構成、本当にいいです、素敵ですよね。娘さん、お父さん。長男。あ、お兄さんなんですね。なんか娘さん、お父さん、おじいちゃんかと思ったら違うんですね。違うから、それはすごい失礼なこと言って本当にすみませんでした。だからたまにね、高宮があの作戦考えてくれるんだけど、え、マリちゃん作戦あったんだ。あるよ、マリちゃん作戦。どんななんかね、もうすごいね、あの絵心があるから。ごめんなさい、作戦って絵心って何？いや、うちの作戦はね、他チームと違うから、まあ、それは多分遅れると思う、ね、この画像で確認してもらいましょう、それはね、はい、絵で作戦を伝えてるのね、まりちゃんは。こう、うん、めっちゃ戦うみたいな絵を描いてるってこと。そう、あ、なるほどね。そうなんです。なんかゴジラがね、火を吹いてる、はい、あ、見たかも、それ上がってましたよね、あれ、高宮は、はい、うん、描いてる感じで間違えてるの、すごいな。ちょっとアホなのバレちゃうね。多分その時、前田さん撮ってるはずなんだよ。じゃあいいんだ、いいことだ、その作戦は。だから高宮の作戦のおかげで私はトップ取ってる。
なんてあったかい話なんだろう。なんかトプラスはプラスって書いたら佐々木さんもトップ取った。なんかすごい和やかですね。3人の普段の会話ってこんな感じで続いていくんですか。そうですね。で最近ちょっと真面目な話でいい。どうぞ。で、まあ、したと通り、正月の2日だったって3日だったっけ電話ですか。いや、あったの。あったの、うん、5日じゃないですか。5日コントじゃん、もう。もう全然できない、マジで。だって俺すごい忙しいんだよ。だって俺、車で来て、で、したとこいない時、高宮を車で送ってって。あ、マジ送ってってもらってるんだ、しばしば。ひどい時は高宮を送って、それからしたと送ってって、うちの前を通って、はい、運転手じゃないですか。そう、パシリだよ。そうですね。運転してるのはでも僕のことです。あ、そうだ。車だ。え、何これ、またどうでもいい話になっちゃった。あれ、いい話どこ行っちゃったんだろう。で、そこで。そこでね。で、まあ、今回どうしようって話になった時に、本当に僕を信じてくれるんだったら連投させてくださいって久人さんが。そうだから俺は信じてるって、本当に信じてるんだったら僕を連投させてください。その一言に揺さぶられて無連投って言った。だからもうラストも連投。ちょっとでもかっこよく言ってるから、本当に信じてるんだなんだって言葉は使ってない。持ったな。どうせったら冷凍いいですねみたいな感じですね。全然違うの私が。最後に言ったんだよ、別れ際に。え、その時まいちゃんはいなかった。まいちゃんはいなかったです。まいちゃんいなかった。2人で話してて、うん、まあちょっと車でね、色つけたかもしれないけれども。いや、色ついてないよ。ついてないよね。ついてない。僕を信じてるだなっていう言葉は言ったもん。人生で発したことがない。おい、誤情報ばっかりだぞ。いや、前原さん、いや、本人がこう言ってますけど。いや、これはね、本当に言った。あ、もうあと2人で揉めていただければ、まりちゃんと私で始まりましょうか。私ないかな。もういいや。もういいよ、俺は来た。もうね、誰も信じられなくなってるから。もういい。このね、あの、コナミマージャンファイトクラブは男性2人に女性が1人というね、メンバー比率ですけれども、まだいじけないでください。いじけないでください。前向いてください。まりちゃんの、その、いてくれるその周りへの雰囲気だったり、2人から撮ったらどうなんですか。今回もこの並ぶってなったらセンタリングマリーってお二人おっしゃってのこのね、座り順になりましたし。いや、俺が言っただけで。なんでもうちょっとキレ気味なんですか。機嫌悪いもん。控え室だとはなんかほんわかする感じしますよね。いい雰囲気を出してくれるから。チーム自体のこうなんていうんですかね、まあ、チームワークだったりだとか、まあ、コミュニケーションもちゃんと取れてるし、非常にありがたい存在だと思います。いじけないでください。コミュニケーション取れておらじって。あ、もうちょっとほらもう信じてるならトークからもう怒っちゃったじゃん。そうそうねえ、いじけちゃった。だって俺も本当言ったんだもん。言ったもんね。また揉めてるよ、どうするのこれ。言ったよね、言いましたよね。みんな言ったって言ってるから、言ったんだ、言ったね、うん、人生で初めて言った。話すまないもんね。うん、言ったね、ごめんねって言って。はい、ありがとう。まりちゃんから見たら、この大先輩2人に囲まれてるわけですけど、正直なイメージどうなんですか、久人さんのイメージって。嫌いだろ。やめて、家族って。さっきのまで言うし。初めは割と、なんていうんですか、俺は俺みたいな感じかなって久人さんがね思ってたんですけど、あ、簡単に言うと自分さえ送ればそれでいい。そうです。親御さんすぐ来る。だけどね、なんかこうクールな感じかなって思ったんですけど、まあ、結構、はい、いや、あの、いろいろ励ましていただいたりとか、お二人ともそうなんですけど、励ましてくれるんだ、久人さん。はい、チームメイトだね。どんな風にあげられてる人。いや、この間一緒に見てた、あの、小林さんの、小林さんの、トップ率が20位なんですよねって言って、ファって見たら、絶対私なんですよ、21位が。あみたいな。大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってくれたんで。2回大丈夫言われただけだったのかな。なんだっけ、なんか言ってた、あと。いろいろなんか言ってくれちゃったかな。はい。俺も辛い時期長かったからみたいな、いや、こんなノリじゃないんですけど、結構励ましていただいて、はい、だって現実的に僕最下位の時も長かったじゃない。あ、あった、ありましたね。個人最下位もなくて、もうそういう気持ちは分かってるから、誰よりも。力強いお言葉いただいたんで、そう、あんまり気にしなくていいと思う。前原さんはどうですか。
さんも、あ、でも結構割と元々少しねお話しさせていただく機会もあったんで、なんかそのまま昔からこの愛くるしさで、あ、でも最近より愛くるしさなんかね、可愛い、どんどん年々可愛くなってきますね、ね、ね、もう、はい、温かい感じで持って帰りたい、俺高見を思うね、可愛くてね可愛さだけで言ったらマリちゃんにも負けてないと思いますよ、なんかね、もう一家に一台みたいな感じでね、今マハラさんがみんなにそう思われてますか、それはないから、そういうことはない、人気急上昇、ね、この中でシリーズやりたいと思います。私がこういうこの中で〇〇なのは誰ですかって言ったら、せーので皆さん指を、はい、3人のうち誰かを指さしてください。さあ、この中で一番リーダー格なのはどなたですか。せーの、ちょっと待って、おのおのか、おのおのちょっと待ってね、今ちょっと確認するよ。佐藤さんは、佐藤さん、まりちゃんは悩みながら今のところ自分だけど、両脇で選んだのかな。あ、そうそうそう、じゃあこうしようか、はい、まりちゃんは両脇のお兄様があった、はい、前原さんはご自身を刺された。どっちも自分を刺すってどうなんだなかなかないパターンですよね。今までいろいろ同じ、いろいろチーム聞きましたけど、なかなかご自身をすぐ刺すことそういうチーム長ですね。で、リーダーは2人いるのかな、まりちゃんちゃん、ね、そうですね、はい、あの、穏便にこれで終わらせましょうか、この話題は。はい、いや、ね、そうはいかない、そうこの放送じゃないところで後で揉めていただけるから、じゃあ次いきますよ、はい、この中で一番おしゃべりなのはどなたですか。せーの、はい、3票ですマハさん2回連続ご自身を支えてますけど、やっぱりそうですか、マハさんがね、いっぱい話してくれてね、盛り上げてくださってますもんね。そうね、無駄ないネタをいろいろ提供してくれるから、 それで明るくなることもたくさんあります。家で考えてきてる今日何みんなに言おうかなってちょっとハッピーデーですね、毎日ねじゃあ次いきますよ、この中で一番自己中なのはどなたですか。せーの、あ、すごい、3票集まった。シャツさん、おめでとうございます。自己中です。これはもう間違いないと思います。間違いない。結構そうなんですか、マサさん。そう、もう間違いない。もう我ありきってもう色紙に書くくらいだから。そんなこと書いてるんですか、色紙に。書いてある。あ、すごい、すごいことですね。例えば帰りに3人で一緒に帰るんですけど、はい、駅に向かって。でも大体一番先に行っちゃうんです。2人があの話しながら、なんか帰話しながら帰るんだけど、はい、僕だけなんか、歩くスピードも速くなっちゃって置いてっちゃうの、こうなっちゃって、まだ来ねえのかみたいな感じでも一応待ってくださってるんで、あ、じゃあ自己中ではない、そう、優しいなと思うんですけど、優しい自己中ね、はい、そうですね、基本、まあ、一番マイペースというかなって、あ、そうですね、そうか、マイペースなんだ、はい、で、前原さんが改札前でガサガサやってるんですけど、佐々木さんも改札入ってて私が中間ぐらいにオロオロしてる、改札前でガサガサって何なんか探してるのかな、見つかんないの、見つかんないのかな、スイカないのかな、一回そうなのよ、わ、目になんかすごいイメージ湧きやすいですね。いや、最近ちょっともらったもんね、はい、最近はちょっとあのパスケース誕生日プレゼントで、はい、よかった、それで、はい、助かってるって、あれ助かったの、で、今まで使ったパスケースをそれなくした健康保険証もなしやばいじゃないですか、すごいね、お茶目さんとなんか本当大丈夫ですか、このチーム、まあ、なんとうまくやってますよ、はい、じゃあ最後に行きますよ、はい、この中で一番仲間思いなのはどなたですか。せーの、あ、まあでもそうだね、間違いない、間違いない、前原さんが一番家族のことを思って、でもね、日々のね、まあ、今自分で自分を指したけど言葉にしないけど、みんなやっぱりそれぞれ、それぞれ、あの、それは、まあ、だから結構あの電話しますもん、とみんなに電話してるじゃないですか、いや、そんなくらいさ、コナミのね、はい、後にもよく電話させてもらって、だいたいすれ違いになるといや、普段からコミュニケーションの秘訣は、あの、その日に何を話すか前原さんが考えてきてくれる時間と、前原さんが誰かに電話してくれてる時間ってことですかねとてもあったかいチームでございました、はい、
皆様へプレゼント企画、黒ひげ劇団。さあ今回もね、私とエムリーが3人の3人の勝負ということで、こちらの黒ひげ危機一発なんですけれども、はい、打ち上げたら負け。知ってます、長谷さん、黒ひげ危機一発。あのね、知ってるから外出てるんだ。もうちょっと差し慣れてらっしゃる。大丈夫ですか。やったことあるんですか。ない。なんで歌いまったんだろう。初めてですか。いや、初めてだ。あ、じゃあいい記念日ですね、今日がね。そうね、早く行こう。じゃあ順番にさせていきますけれども、はい、私がもし勝てば、あのせっかくですからコナミマージャンファイトクラブのオリジナルグッズをいただきたい。シャボンかけたオリジナルグッズ、はい、いいですか、それは。いいです。 OK。 でもし私が負けてしまった時には要相談です。いや、はい、具体的に提示してほしい。正直何も持って帰れないっていうのはやってないかなと思ってるので、私がもし勝ったらあのオリジナルグッズ3セットぐらいいただきたいです。なるほど。もし負けた時にはまあ2か1でいいかなと思ってます。どっちにしてもあげなきゃいけない。いいですか皆さん、この内容で OK ですか。はい、ありがとうございます。では私から順番にこう佐藤さん、まりちゃん、まはるさんでいきます。ではいきます。打ち上げたら負けですからね。はい、じゃあ次赤いきます。怖い怖い。最低ね、佐藤さんの答えです。本当。あ、でもやっぱ恐れを知らない。まりちゃんはせー、初めての黒ひげ。おーセーフですね。みんな上の台来ましたよ。下行こう。じゃあ行きます。刺します。なんか落ち着いてますね、ひたつさん。やっぱりマリちゃんも怖いもの知らずにサクサクいくな。全然恐れない。あ、マリさんカメラ目線お願いします。いい笑顔すんな。ね、なんかこのチーム全然怖がらない。なんか普通に刺してくんだけど。おい、マジかよ、私が一番怖がってる。下のなんですかね、当たりは。そうよ、もう興味持ってくれよ。じゃあ上行きますね。なんか嫌な感じするんだけど。いやー、なんか毎回私が打ち上げてる気がする、この企画。よかったらもう一回やりません？もういいから。今だって前半初めての練習会でしたもんね。いや、ちょっと今、あの僕らは言ってないよ。いや、1セットはちょっとやってない。でもどうしよう、泣きのもう一回やるために何か。マリちゃん、もう一回やってもいいですか？いいですよ、優しい。マリさん、いいですか？嫌だ。優しくない。黒ひげ劇一発。さあ、というわけで私がもし勝ったら3セット、私がもし負けたら1セットということで、一発目じゃないからね。1回目のチャレンジをでもさせていただきます。ちょっとみんな早く打ち上げていただければいいんですけど。さあ、というわけで私勝ちましたので、花火マージャンファイトクラブからはオリジナルグッズを3セットいただきたいと思います。言うんではないんだね。というわけで前原さんを刺すこともできませんでした。花火マージャンファイトクラブの、総帥前原雄大です。もう本当にもう応援してくださる方がいらっしゃるから、もしくは我々は戦っていられます。もうぜひ今後も応援してください。あとは長男からまず一言お願いします。はい、今日が新年一発目ということで、ファイナルシリーズに向けて、まあね、いいきっかけをつかめるような麻雀をしたいと思います。はい、それでは、末娘マリ高宮です。はい、本当に、MLEAGUE が始まってたくさんの方に応援していただいて、お声掛けいただく機会も増えて本当にありがたいなと思っております。ま、私個人現状は、厳しいんですけども、もう、ファイナルシリーズへ向けて私もしっかり戦っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。ではよろしくお願いします。